どうも、徳さんです。本日はちょっと前に行われた試合での僕の打席をお届けしていきたいと思います。あと、最近よく出てるうちの、タケちゃん紹介していきたいと思います。タケちゃんのマウンド上がった時のピッチングもそうなんですけども、今日は守備に重点を置いてみましたので、ぜひご覧ください。この日のスタメンはこんな感じで並んでますんでね。ではどうぞ。はい、それでは打席をご覧ください。状況はワンアウトランナー2、3塁です。私最近4番を打ってるんですけれども、はい、こちらエンドランのサインが出て、しっかりと転がしにかかったバッティングをしております。二塁ランナー好走塁、1番はい、スローモーションで見ていただきます。明らかに軽打に行ってるってことが見てわかると思うんですけれども、やはりもうとにかく当てると、ゴロを転がすという意識で僕は打席に立ってます。まあ、人によっては高く打とうとかいろいろあると思うんですけども、僕はとにかくゴロを打つという意識でご覧はしております。はい、こちらからタケちゃんの紹介をしていきたいと思います。まあ、これは独立リーグでプレーをしていたそうですが、今主にピッチャーをやってるんですけども、ピッチャーではないときは外野をやったり、また内野をやったり、そしてまた人がいなければキャッチャーもやったりと、本当に器用な男で何でもできるという感じですね。ただこの人の僕は守備を見てもらいたいんです。ご覧ください。はい、ものすごいしれっと取ってますけどね。この試合驚愕だったのはこのプレーです。ものすごい勢いでマウンド降りて、自分で取って自ら踏むという、ファーストもびっくりしてたと思いますけども、何よりね、打球への一歩目が早いんですよね、ピッチャーでも。まあ、兄貴もかなりフィールディングいい方なんですけども、こういったところはタケちゃんは完全に野手に切り替わる瞬間なんでしょうね。非常に頼もしいです。さあ、もう一回見てみましょう。ここの1歩目がクソ速いんですよね。そしてそこからもう野手足もあるのでね、もう本当に守備範囲広いです。それでは私の打席です。場面はワンアウトランナー1塁、サインはヒッティング、甘い球を見逃さないように準備してます。はい、甘く入ってきたストレートをしっかりと左手で押し込むことができました。これこのオフ取り組んできているものが、やや出せたかなと。テイクバック取って、ここから開かずにしっかり左手で押し込んでいくと、この形が、常にできるように、これからも練習を重ねていきたいと思います。本日の動画は以上です。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、徳さん TV でした。